どうも、丸高まなみです。今日はですね、夜ご飯を作っていきたいと思うんですけど、前回アップした動画で常備菜を作ったので、今日はメインとお味噌汁を作っていきたいと思います。丸高チャンネル、まずお出汁を取ります。お味噌汁の出汁はね、かのやの出汁です。そしたら玉ねぎと舞茸のお味噌汁にしようかなと思うので、ザクザクと切っていきます。舞茸は水で洗ってからほぐします。はい、いい感じに沸騰してるので、出汁を取ります。そしたら先に玉ねぎを入れます。で、少し経ったら、はい、舞茸入れます。で、お味噌を入れます。こんなもんかな。そしたらわかめも入れよう。わかめ、これでお味噌汁は出来上がりです。豚バラを置いて、そこに大葉で、チーズ巻きます。で、巻いたらもう一回豚バラで、これを次縦に置いて、はい、こっち向きにも二重にしておきます。ということで、軽く小麦粉をまぶしてあります。味が絡まりやすくなります。そしたら調味料を混ぜていきたいと思います。お砂糖、あ、お米が焼けた。え炊けた。お砂糖、これは天才粉です。大さじ1ないぐらい。醤油大さじ2ぐらい、みりん大さじ1と半分ぐらい、酒大さじ1と半分ぐらい、蜂蜜この大さじ1くらい、生姜くらいかな。これを混ぜます。はい、そしたら油を敷いて焼いていきます。切れ目っていうのかな、下にして。中火ぐらいで焼いていきます。あと、もうすぐ15分。なんか最近日が伸びましたね。まだ明るい。今だって6時少し前なんですけど、チラ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 、焼き目がついたらひっくり返します。あー、おいしそう。ここでちょびっとお水入れます。まあそんなに入れない。ちょっと蒸し焼きにします。だいぶ水分が減ってきたら、さっき作った調味料入れていきます。忘れてた。刻みニンニク入れます。
結構忘れちゃってたよ。ピーちゃん結構たっぷり入れます。今何してるの？今日何？ママお料理してる。おいしそう。タレにとろみが出たらおしまいです。しそとチーズの豚バラ巻き完成です。舞茸と玉ねぎとわかめのお味噌汁です。以上、うちの夜ご飯でした。バイバーイ。